はい、おはようございます。阿部モータースです。よろしくお願いします。お願いします。今日もあの BMW ミニレーシングラウンド3、はい、岡山です。岡山、今回も2名に来てもらってます。はい、どうですか今日の意気込みは。今日の意気込みはいつもよりも意気込んでますね、はい、意気込んでますか、はい、見られますもんね。見られますからね、はい、どうですか美穂ちゃん意気込みの方は。暑いのでとっても意気込んでます。暑いからね、すごい意気込んでるよね。ということで今日も最後までご覧ください。よろしくお願いします。よろしく。珍しい。おはようございます。6月23日5時です。昨日の夜に到着して、これから岡山のサキットに向かっていきます。今日はですね、曇りです。晴れそうですね。今日も暑くなりそうです。おはようございます。おはようございます。いい天気ですね、とっても。無理だ。ただいま到着しました。現在何もないピットですね。早朝曇ってます。これからピットの用意をしていくところです。はい、岡山国際サーキット到着しました。徐々にですね、晴れてきてますね。車を下ろしてピットのメイキングをして、今車両のチェックをしているところです。またね、今日もあの忙しいところを取材していきたいと思いますので、よろしくお願いします。さあ、まずはおはようございます。おはようございます。エア調整ですか。はい。今日調子良さそうですね。今日も続いて、おはようございます。おはようございます。おはようございます。元気ですか。元気です。今日も、はいはい、今日はね、はい、5本練習走行があるんで5本、はい、朝から晩まで。そうですね、ドライバーの方は大変レースになると思います、はい、そうですね、はい、おはようございます。よろしくお願いします。阿部紹介、よろしくお願いします。どうですか今日の具合は。今もう石田さんの、石田さんがバッチリ仕上げてきてくれてるんで、はい、よろしくお願いします。お願いします。オッケー、はい、あ、おはようございます。おはようございます。今日も寝坊ですか。今日は技術のセーフ。アウトでしょ。あれセーフ。今日はセーフ。セーフ。どうですか今日の調子は。そうですね、みんな、まあ、今日ヒットも広いんで、はい、ゆっくり楽しくできるかなと。山さん、おはようございます。どうですか今日のコンディションは。まだ走ってないんで。そうですね、コンディションというか体調の方はどうですか。体調バッチリです。でも体調だから。そうです、まずはね、はい、体が資本。私のですね、 そう、それはもういつもバッチリです。よろしくお願いします。はい、お願いします、はい、おはようございます。おはようございます。今日ドライバーの
よろしくお願いします。岡山では乗らせてもらいます。去年、はい、去年ぶりですね、9月、はい、どうですか、練習とかできてますか？そうですね、富士で、はい、テストを一緒にちょっとさせてもらってて、結構いい感じですか？富士では、はい、富士では結構思ってるようなタイムが出てました。出てるんで、まあ、それがセッティングとして岡山にどれぐらい落とし込めるかというか、はい、マッチするかというか、なので、まあ、ちょっと楽しみですね。今回はじゃあ取りに行くと。取りに行く、取りたいですよね。そうですね、はい、取れるとこしっかり取って、よろしくお願いします。頑張っていきましょう。大変お忙しいところ、はい、一番忙しいところに。おはようございます。なんか持った方がいいですか？いや、持たない。今日どうですか？今日作戦は？作戦は秘密ですか？あ、言えない。なるほど。今回定村さんじゃなく田中さん、田中さんが乗りますけど、はい、田中さんのセッティングにして。そうです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。朝1本目が終了しました。そしてですね、なんとマサさんの車がですね、第1コーナーでちょっとぶつかってしまいました。マサさん自体は全く怪我もないので大丈夫でしたけど、車が少し損傷しております。あ、これ取れてるな。取れてますね。曲がった部品を今修正してます。それどこの部分ですか？ラジエーターコアサポート。コアサポート、はい、おはようございます。6月24日土曜日です。今日は予選があります。今日はですね、非常に天気が良くて晴れております。今日も暑くなりそうです。それですね、昨日ですね、34号車マサさんの車がちょっとトラブルが起きたんですけど、ちょっとどうなったのかまた朝から見ていきたいと思います。はい、昨日ですね、修理をした状態です。この辺りからちょっと歪みがあったんですけど、修正をしてバンパーはこういう感じになってます。ただその他ですね、特に異常はないようなので、今回なんとか走れそうです。東京から修理に来ていただいて、修理屋さんが今、おはようございます。あれ新しくなったんですか？カメラ、そうですね、投入ですか？10円にしました。さすがです。で、ボンネットのですね、ヘッドライトのちょっと修理を今ね、急遽してます。そしてこちらもですね、亀裂が入ってるんですけど、なんとか走れる状態になっております。おはようございます。どうですか、練習走行、調子はまずまずでした？そうですね、昨日はい、体感したことと、あと、まあ、ちょっと周りで教わったことを、はい、復習しながら走って、一応ベストが出ました。出ました、はい、でこの後予選、予選です、はい、20分から20分からにしてもバンパーの虫すごいね。虫は多いですね。これ夏って感じ？そうですね、パドルヘアピンっていうコーナーを抜けたぐらいのところに、笑わない飛んでるのが見えます。ね、今だいぶ取っちゃったけど、すごいんですよ、虫のぶつかり具合が。今ですね、朝の練習走行が終わったところです。それで途中でですね、クーパー S がなんと止まってしまいました。ちょっと原因は何なのか分かんないんで聞いてみたいと思います。どうしちゃったんですか、車？全くギアが入らない。入らギアが入らない。全くギアが入らない。もうドライブ、表示はドライブとか、はい、
まあ、あのリバースとか全部変わるんですよ、シフトポジションはね、はい、なんですけど、実際駆動がかからない状態です。あー、なるほど。じゃあいきなり止まった感じですか？そうですね、あの立ち上がり、裏スクエストの後のヘアピン立ち上がりで、はい、もう、うんってこう、あーなっちゃって、はい、で、この車それはよくあるんですよ、はい、ギア抜けは、あの一瞬、はい、ギア抜けはよくあるんで、あーちょっと抜けたかって思ってで、まあシュートチェンジとか、はい、あとはアクセル完全オフして回転を下げてあげると、うん、もう一回返ってくるんですよね、うん、なのでそれの、その対応をしてもう一回加速し直そうと思ってアクセル踏んでも、うん、あ、あれ？いつもと違うないつもと違うなって感じで、もうそのままちょっとこれは無理そうだなと思って、はい、一旦まあ止まってエンジン切ってかけ直してちょっと挑戦しようかなと思って一回止まったけど、はい、結局もうエンジンかけ直してもダメで。36号車今診断機を持ってきてないんですけど、ミニコネクティッドがついてるのでちょっと取るのやめてもらっていいですか？リモートで診断ができます。それでは間もなく予選がスタートします。今回はこちらのテントのモニターからご説明していきます、今回ですね JCW クラスはチームアベモータース含めて 7チームが出てます。クーパー S は6チームです。そしてちょっと午前中トラブルがあったクーパー S、田中さんの車も、今問題なく走れるようになっているので、ちょっと何事もなく走れればいいなとは思ってます。治ったとは思うんですけど、でこの予選でですね一番いいタイムが早かった順に明日の決勝の、グリッドの順位が決まっていきます。こちらのラップタイムで1位を取れれば、ポールポジション、グリッド一番初めからスタートができるというような予選になっております。予選が始まって約11分ぐらいですね。なんとすでに浜田さんが帰ってきております。はい、ということで予選が終わりました。1位はヒロボンさん1分45秒、2位平田選手、そして3位が浜田選手です。そしてマサさんが6番です。田中さんは、2番手ですね1分55秒。さあ間もなく1戦目スタートのピット前です。皆さん緊張の面持ちで準備をしております。ありがとうございます。お、応援してます。頑張ってください。笑顔お願いします。ありがとうございます。さあそろそろスタートです。前出させる。スタート前にちょっとトラブルが発生しました。エンジンがかかんない状態です。ほい、おっしゃ、危なも申し上げました。今グリッドウォークの時間帯なんですけど、浜田さん戻ってきました。前方には BMW、 ちょっとやっぱり調子が悪いのか、ちょっと怪しいですね。浜田さん4番目なんですけど、今ちょっと戻ってきてないところです。そしてマスターさんのところにやってまいりました。57がやばいかも。ちょっとやばいかもしれないですね。ボードがそこで27番。さあここから田中さん。暑いね。
57がやばいかも、うん、なんかアイドリングが出しないのか、今ピット前でやってる。ピットに戻ってきました。何だったんでしょうか、原因は。原因は何ですか。いや、ちょっとまだ分かんない。分かんない。一生シフトダウンがしないんで。あ、そう。何かしらだと思うんです。燃料じゃないんだ。まあ、このラウンドはちょっと諦める。はい。さあ、ということで1戦目スタートしました。ちょっと57号車は修理を今回はちょっと出れないです。まもなく18分です。今ですね1分47、来てる来てる。そして田中さんクーパーエース今2番手来てます。田中さんのペースが上がってきてますね。時間は19分30秒、もうすぐ20分です。そして入賞、田中さんあるね、これは。お疲れ様でした。やりましたね。とりあえず。暑すぎる。まずはレースは上位3選手準備よろしいでしょうか。それではいきましょう。スパークリングファイバーランド、ありがとうございます。さあ、まもなく2戦目スタートします。57号車なんとか走れるように復活しました。さあ、まもなくスタートします。修理後テスト走行してないのでちょっと不安なところがある。さあ、スタートです。ちょうど2位だった田中さんも。さあ、続々と入ってまいりました。続いて濱田さんも。2レース目はですね、先ほど天野さん走れなかったので JCW の最後尾からスタートです。さあ、戻ってきました。グリッド位置の間違いっていうのでここが空いてますね。なんかまた変なことになってますね。そうですね、101番の川内選手が9番グリッドについてが取られまして、さあBMW& ミニレーシング2023ラウンド3レース決勝、今スタート。さあ、まずは先頭グリッド。
ただいま16分経過しております。浜田さん4位、平田さんが抜けない、そして田中さんも今は3位ですね。田中さんピットアウトスルー、そして水本を先頭としました3台のマシンは最終コーナーを立ち上がってきまして、さあ3、おっとこのまま終わっちゃうのか。セーフティーカーは今ファイターコーナーを立ち上がってきましたが、どうやらちょっとこれ止まってますね。ここはもうすぐ20分になろうというところでありますので、今もうその辺ですね。セーフティーカーは今ダブルヘアピンにやってきますが、まだということで、セーフティーカーの入ったまま終了しました。浜田さん4位、マサさん7位、田中さんは3位入賞ということですね。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。トラブルが続いた日でした ね今回は、はい、ミッションが交換して S1 コースインの時に、はいはい、演出したかと思ったら、はい、ポンプのヒューズ切れでかからず、うん、でそれ治ったかと思った、治って、うん、コースインしたら今度ギアが下がらず、うん、それは原因はトランスミッション本体に、うん、なるほど、スタート前リタイアという形になってしまいました、はい、そして2戦目走れたと思いきや最後セーフティーカー入っちゃって、そうですね、まあ、しょうがないっちゃしょうがないですね、まあそうですね、ただそれまでに早い段階で、鈴木選手と、うん、まあ、あとマサさんですね、はい、あと加納選手を交わして、うん、かなり前の平田さんに追いついてなんとか表彰台を手繰り寄せたかったんですが、うん、まあ、微妙な時間でしたね。そうだね、行けたかもしれないし行けなかったかもしれないだね、まあ、これがこのレースだというふうに納得し合って、まあ、まずレース2を、はい、まあ、レンタルのトランスミッションというシステムがあるの で、 そ、 うだ、ね、でそれに交換を、はい、みんなで全員でやってくれたもう皆さんに感謝です。本当走らせていただいてありがとうございましたというところです、はい、次回はラウンド4、はい、スゴですね、スゴです、8月、8月、はい、はい、それまでにまたちょっといろいろ研究をして、そうですね、はいはい、頑張っていきましょう、はい、よろしくお願いします、はい、今日もお疲れ様でした。お疲れ様でした、はい、またご覧ください、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。